本日のストップ高め柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきます AI は音声合成専業をしている会社です。急登した理由は、シャグプトとオルツ社の l h t m ス2を活用したサービス提供の実証実験を開始と発表したからです。東方金属はタングステン、モリブデン及び交友点金属製品タングステン合金、モリブデン合金及び 電気接点の製造販売をしている会社です急騰した理由は、新開発医師金属接合法を用いた、核融合炉用高熱付加機器開発が重要、マイルストーンを通過したと発表したからです。大谷工業は、配電、通信専用河川金物 CATV、防災無線用金物もの、両裏の製造、販売送電鉄塔、無線鉄塔などをしている会社です。急騰した理由は 分かりませんでしたメタリアルは自動翻訳による言語フリーサービス生活 VR サービスをしている会社です急騰した理由はチャット GPT などによる AI 関連製品群を企業のビジネスソリューションとして活用するためのプラットフォームの提供を開始すると発表したからですピアラは通販デラックスサービス異業種向けマーケティングデラックスサービスをしている会社です急騰した理由は 採用管理システムを提供する HR クラウド株式会社に投資を実行すると発表したからです光彩りは貴金属アクセサリー製造販売ジュエリーパーツ事業ジュエリー事業をしている会社です急騰した理由は分かりませんでした松本はアルバム記念誌写真集カタログポスターカレンダー DM 各種印刷デザイン企画製本 インターネットホームページシステム作成をしている会社です急騰した理由は決算発表で赤字縮小だったからですインフォッチはモバイルバッテリーシェアリングサービスデジタルサイネージ広告データ関連国内海外でのコンサルティングとマーケティングサービスハードウェアソフトウェア開発をしている会社です急騰した理由は株式分割を発表したからです毎日 ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。